吉本大喜利コレクション大喜利コレクション、今回司会を務めますギャロップ森です。そして最高大喜利ディレクターの笑い飯哲夫です。よろしくお願いします。なるほど、よろしくお願いいたします。大喜利をこうファッション賞的にやるということでございます。そうなんですよね。いかがでしょうかね。はい、なんかね、こう普通の大喜利っていうのもね、楽しいですけれどもね、はい、何か他の要素をつけた大喜利っていうのはこれ楽しいですもんね。だからそういう意味で、まあ僕はハイパーというふうに名乗らせてもらってるわけなんですよ。はい、変わった大喜利っていうのを専門に、まあ普段からやってるんで、ね、そういうのをディレクションするということで。そうなんです。なるほどでございます。はい、さあ、今回ですね、ランウェイを歩いてくれるモデルの皆さんをご紹介しましょう。なにわスワンキーズ。さあ、そして今井ライパチ。夏美。さあ、そしてギャロップ林でございます。よろしくお願いいたします。早速コーナーに参りましょう。今から皆さんには大喜利をしていただきます。ただし普通に答えるのではなく、できた人から順に一人ずつ音に合わせてランウェイを歩き、カメラ正面で曲が止まりますので、そこで回答を披露していただくと、はい、哲夫さんの判断でですね、帰りに流れる曲が変わります。最後までかっこよく決められるように頑張ってくださいということでございますね。どんな曲が流れるか一度皆さんに聞いていただきます。例えば面白かった時はこんな曲。さあ、そして面白くなかったらこんな曲。巻き込んで落ち込むような感じでございますね。はい、最終的に回答やポージングを総合して一番良かった人を判定人の哲夫さんに決めていただき、優勝者には吉本大喜利コレクション初代グランプリの称号を差し上げます。はい、はい、では皆さん、あちらに移動してください。プレイヤーの皆さんは移動してください。はい、よろしくお願いいたします。こちらの方ね、だからちょっとこういう設定をつけると、また大喜利も一味も二味も変わると。いや、変わりますよね。だからその大喜利の答えを見る前のこの前振りのところの、そのまあウォーキングっていうのもやっぱり大事になってくると思います。ここまでのストロークも大事だと。はい、そこの部分にやっぱり照れが見えたらね、極端にそのグリップとか出したものの答えも面白くなくなってくる。ここで照れちゃうとダメだという。ここのね、その照れなさ具合もやっぱり僕は大事なんだ。堂々としてた方がいいぞと。こちらもちょっと見ものでございますね。はい、さあ、それではまず一つ目のテーマ参りましょう。一つ目のテーマはザ・シンプル。シンプルな大喜利お題に回答していただく。では早速1問目のお題を見てみましょう。こちら、駅のピンクの窓口で受けられるサービスとは。駅のピンクの窓口で受けられるサービスとはでございます。いきなりですね。シンプルですかね。確かにこう言われてみるとそうでございますね。緑の窓口とは分かりますけど、ピンクの窓口、こちらでございます。さあ、それでは参りましょう。シンキングタイムスタート。これは攻めたお題ですよ。そうですね、なんかそうです。確かに言われてみたら攻めたお題ですね。皆さんは新規の悩みで何を考えておられるということでございますね。誰が一番最初に行くのかという行動性もあるんでしょうかね。やっぱりそうですね、流れもありますもんね。あんまりでも手が上がりました。さあ、それではトップバッター小島ラテでございます。お願いします。駅のピンクの窓口で受けられるサービスとは。
さいローションがもらえる。おお、これは面白い放題だ。面白いファイトでございました。いいですね。よかったですね。どんどん参りましょう。中西君参りましょう。駅のピンクの窓口で受けられるサービスとは？あ、いいよいいよ。トロットロの、もう一回貸してください。ごめんなさい。めちゃくちゃ間違えました。あれ？そんなこと。今完全にここで聞いたはずやろ。ここで聞い取られて、もう言わなあかんこと完全に忘れてました。そんなこと。もう一回貸してください。もう一回行けますよ。もう一回行きます。はい。もう一回行ける。一回変わらせてください。わかりました。では林くん行きましょう。はい。もう。駅のピンクの窓口で受けられるサービスとは？なるほど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 。切符をパンツに挟んで渡してくれる。いいな、いいですね。いいですよ。ああ、いいですね。めっちゃいい。その帰り方がそのブランド作ったデザインのみたいな。デザインびっくりしました。関西でな、見送られた感じ。ありがとうございます。さあ、キャッツに参りましょう。はい。駅のピンクの窓口で受けられるサービスとは？種類違うね。種類が違うな。種類違うわ、これ。座席変更頼んだらエロい女の横にしてくれる。ゾロなんかそういうねことをなんかこう交わしていくようなとこだと思うんですけども、そうゾロやね。ド直球で行きましたからね。じゃあ前田行きましょう。駅のピンクの窓口で受けられるサービスとは？ピンクの電話さんのスケジュール知れる。そうですね、どっちがどっちなのか。こういうのもあるんですね。どっちなのかなっていうのもある。どうしようかなっていうような。どうしようかな。そう、でもなんか後々なんかこうレバーには効いてくるような感じしたんですけれども、ね。まあ、そうやな。だからピンクの電話さんと今の曲はなんかちょっとマッチしてる。そうですね。リンクはしましたね。びっくりしました。さあ、それでは今井来社地区あいつ全然行かないんですよ。長西君全然出ないんですね。駅のピンクの窓口で受けられるサービスとは？ちょっと妖艶だから、ね。窓口のお姉さんが最後にいい発車になりますようにって言って。お見事です。余韻も楽しめます。余韻も楽しめます。いや、いいですね。さあ、哲夫さん、全員がもう終わったということでございます。全員がもう終わりました。あれ、一人なんか大失敗してる。忘れてました、すいません。中西さん、参りましょう。駅のピンクの窓口で受けられるサービスとは？ここね、ここ好きなんですよ、中西さん。いいよね、携帯で携帯で。いいよね、最高やね。どこいいですかね。はい、ええ感じ、感じ。改札に切符が通りやすいように切手にトロットロのローション塗ってくれる。無理やりはやめてください。あんたじゃ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 
さあこれは言っていいのか分かりませんけれども間違えたとおっしゃってましたけど、はい、同じ答えでした、うん、僕はちょっとどうかなと思います。結構順番遅らし遅らしやってて、そうなんですよ、なんか新しい答えで来るのかと思いましたけど、はい、フリップは同じ文字が書いてありました。いややっぱりね、はい、ド直球な下ネタよりはそうですね、ちょっと一個ね、なんかねアレンジしてる方が向こう側が想像しやすいというかね、うん、そうですよね、そういうのもありますもんね。ローションとかあんな聞きたないあかんねや、うん、ね、皆さんこういうこういうジャッジもありますから、はい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 、はい、見せてください。さあ続いてのお題に参りますので皆さん元の位置にお戻りください、はい。さあ続いてのお題こちら、ギャロップ林の髪型を褒めてください。あ、これいいね。ギャロップ林の髪型を褒めてください。これね、これ林くんもこのお題でやるいうことですよね。そうですね、自分自身でもやりますからね、これは公平性のかけらもない。さあそれではシンキングタイムスタート。わー、まあね、いろいろ褒めたりもしましたけれどもね、個性だぞとか、それがお前の名刺じゃないか、はい、言いましたけどもね、いろいろ大喜利としての答え、うん、褒めるっていうのはやっぱりこれはここが褒めるっていうのが味噌ですから、まあそうやね、うん、あの本当いろんな人に勇気与えることだからね。なるほど、普段から何かあのいろんな人に、はい、いいアドバイスができる人がこういうの得意かもしれないですね。ああなるほど、そういう人間性も出てくるみたいな、はい、さあいかがでしょうかね。がいればということ。おー、手が覚えました。じゃあ前田参りましょう、はい、ギャロップ林の髪型を褒めてください。正解やね、ここで蹴れてるか、蹴れてる、蹴れてない、蹴れてない。軽井沢と思ったら林さんの頭か、涼やか。涼やか、涼やか、いい言葉ですね。良かったですね、お見事です。良かった、確かに軽井沢は涼やか。小島ラテいきましょう。ギャロップ林の髪型を褒めてください。水に潜りやすそうでええですね。どちらもな。これね、水に潜りやすそう、はい、確かにキャップを、ね、した感じには見えますけどもね。では林くんいきましょうかね。手が上がってましたね。ギャロップ林の髪型を褒めてください。お兄お、シャシャッと吹けるからいいよね。お見事です。初めはね、なんかなんか家のようで自分の答えを掲げて、聞くところによると一往復半で乾くらしいんですよ。あーそうか、はい、本人はよく知ってるわ、ね、キャツミいきましょう、はいはい、ギャロップ林の髪型を褒めてください。おお、マイケル、戻っちゃった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 、あー、なるほど、いいっすね、雪とか降ってもすぐ溶けそうじゃないですか。めっちゃいいよ、いい答え、せやね、大根が直にね、言ってくれますもんね。いいことですね。今井らいまちいきましょう、はい、ギャロップ林の髪型を褒めてください。あー、私も楽しんで、ここすごいよね、出てき方がね、ここでかなり稼げてますね。あー、いいですよ、エンタメ感が。あの2の人ってビールちょっと残して下げてもらったりするじゃないですか。だから林さんも2ですよね。あー、どん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 ね、今
ボが決まっております。さあ最後参りましょう。中西くんお願いします。ギャロップ大使の髪型を褒めてください。まだ残ってるやん。決まりましたね。後頭部がヤスリみたいなのついてて便利ですね。ヤスリみたいになってまして、まあまあこうなるとラテが一番可愛いですよね。ああそうですね。ラテが曖昧じゃん。曖昧そうですね。曖昧じゃないですか。曖昧や。曖昧でしたね。さあ続いてのお題に参りますので皆さん元の位置にお戻りください。さあここからですねまたテーマが変わります。はい、続いてのテーマ参りましょう。こちらニュースタイル。ニュースタイル、はい、こちらです、うん、カルタのような絵札をご用意してます、うん、右上の丸に一文字入れて絵札を完成させ、呼び札を口頭にして発表していただくと。なるほど、このね大根が酒場を蹴ってるこのようなカードが出るということなんですね。はい、はいはい、では早速1問目のお題はこちら。はい、こちらが今出ておりますのでこちらのカルタを絵札を完成させていただくということでございます、うん、それではシンキングタイムスタート。だからさっきの例題みたいな感じで、はい、ここに、はい、例えば「お」って書いてました。あ、はい、「お」とか書いてました。お天気のいい日に大根選手が、サッカーをみたいなの「お」。そうですね、大根選手っていうのがね、お天気のいい日に大根選手がサッカーをの、はいはい、なんかちょっと締まり悪いんですね。何回聞いても。さあいかがでしょうかね。ちゃんと注意してください。そうです、ベリーじゃなくて。何なんですか今の。違うでしょう。やることがいっぱいなんで申し訳ございません本当に。お願いします。はい。あ、もう飽きた方がいい。すいません、飽きました。あ、小島さん、ノッテさん行きましょう。それではミュージックスタート。犬だけのサーカス団のイ。かわいい。いやこれはねやっぱトップでああいう、はい、うん、一番シンプルなの欲しかったですね。説明も込みみたいな感じでしたね、はい、いやすごい良かった。素晴らしかったですね、うん、はい、中西行きましょう。あ、今度早い。それではミュージックスタート。地元の友達にはこの仕事してんの笑われてる。いいですね。いいですね。林くん行きましょう。ミュージックスタート。模様じゃないよ、汚れだよ。いいですね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 。全問いけております。良かったですね。いや、いいですね。僕は、ね、もうカルタやから、はい、言い終わった後にのもとかちゃんと言ってほしいんですよ。カルタとしてのちゃんと。さっきの僕の聞いてなかったんですか。大根のそう。お天気の日に大根選手がサッカーをのおって。頑張る
できない。金貸すねやっぱ聞いたらまたちゃうそうやね、あれだけ、ね、分かりました、分かったでしょ、なんかそれかすでーだけだから曖昧になりました、そうですね、あれかすでーのかーって言ったから、いや確かにからもうそう聞きたかったですね、ほんま、なるほど、はい、こうって出ましたけどね、じゃあキャッツミ、はい、ミュージックスタート、あ、アキラじゃん、100%、アキラ 100%、闇カジノで大儲けだワンのワン。やったおい違う違うやん違う違うとこ言うてるやん。ワン言うてるやん。あー、はい。いやちょっとまあテクニックとしてはね、トリッキーでしたけども。ちょっとね、まだミスですからね。のワンって言ってたんでね。じゃあ最後でございますね。今井ライパチでございます。ミュージックスタート。目立とうとするから UFO なんかにさらわれるんだよ。まあでもね、テスさん、もう一問ございますので、はい、続いてのお題参りましょう。皆さんの一人お戻りください。さあ、続いてのお題を見てみましょう。こちら、ほら、打って変わって、なんかね、みんなにイメージしてくれ、想像してくれというばかりの絵でございますけど、参りましょう。それではシンキングタイムスタート。ありそうでない。なんかね、早っ。もう一問早かったね。じゃあ前田行きましょう。はいはい、ミュージックスタート。ハムロしてよ。はい、シンプルハムロ。あー、バッグだ。おー、あー、ホントだけど。おー、ハムロだ。あー、いきなりいきなり。ハムロして。メジャーリーガーめっちゃ種食うらしい。そりゃいいでしょう。あー、ハマるよ。よろしくお願いします。あー、いいですね。確かに聞いたことあります。あ、でも今、のねって言ってないね。言ってはなかったですね。言わなかったですね。なんで言わないの。めっちゃ気にしてる。あ、それ忘れてます。かたくなにみんな言うてないですけどもね。忘れてます。はい、それでは参りましょう。今井ライパチ参りましょう。ミュージックスタート。あら、あ、もう忘れてた。おお、なるほどなるほど。かっこしてね、本日のところ。そうですね。花瓶割れてガビーンのか。あ、もちろん。あ、やっぱいいねや。いいねや。これなかったらやばかったっすよ。まだ答えだけやったのね。答えだけやったらそうですね、あの帰りにくい曲が流れてカーって言ったから OK です。うん、よかった。いや、カービー言われてガビーンのカーはめっちゃいいっすよ。じゃあ林くん行きましょう。ミュージックスタート。たまには葉っぱのことも見てのた。マジで本当にいいんだよ。ナイスナイスナイス。危なかったですか。危なかった。やっぱあれがあるとちゃう。そうですね、かなり加点されるってことですね。たまには葉っぱのこと見てのた。いいですね。カルタ感が出ます。そうですね。だってカルタ作ってくれっていうことですね。そうなんですよ。なるほどなるほど。じゃあキャツミ参りましょう。はい、ミュージックスタート。サーフィン。サーフィン。カルタサーフィン。そうなんだ。おお。すごいすごいすごい。いないいないバー。あ、
のパー。何だよお前最後の部分無理やろけどワンとかなんで何とこ行かへんっていうあのパフォーマンスなんでじゃあ中西参りましょう。はい、ミュージックスタート。最後じゃなかった自信満々だいいですね。ちょっと待って、今日めっちゃブスのちょ。ちょちょちょじゃない。ちょちょ。いやそれ違いますやんか。言うたのにやっぱり。ちょでしょこれ。ちょはおかしい。違う。僕と違うこれ。ちいれんかとや。ちょとかないでしょ。なんかカルタでは見たことあるでございませんね。ちいですか。めっちゃ綺麗です。すごいアピールされてたんで当てたんですけどね。あらら。ありがとうございます。小島ラテさん、ミュージックスタート。ナンバーや。ナンバーや。ナンバーや。真ん中の茶色いとこ見られるの実は恥ずかしいの、ま。あー、重いなこれ。迷うわ。迷うぞ。重いなこれ。迷うぞ。なんでしょうね。何やろな。何やろな。なんかね、響かない。響かない。あの、間違ってはないですよ。そうですね、間違ってことはしてないですね。響かない。なんでしょう、ラテさん。何やろなぁ、ほんまぬるい炭酸水飲ませるのは間違ってはないねちょっと冷やしてほしい。最初のラテさんの個性なんですけどね。はい、続いてのラテさんのので元の位置にお戻りください。はい、さあそれでは続いてのテーマに参りましょう。3つ目のテーマ、唯一無二。唯一無二でなんですか、ニュースタイルから次は唯一無二。そうですね。さあここからですね、哲夫さんにもご参加いただこうと。いやそれはきついってちょっとみんなやってよ。いやいやいや、皆さんのところにやっぱ入っていただきまして、だって今まで審査してた方がいい。やりたそうや、下すぎる。ハルさんやってましたね。なんか内側からやりたい欲が伝わってくる。嫌がれてない。そんなことないって。いやいや、嫌がれてやりたいね。ごめんなさい、ほらもう最後の審査でよろしいわ。ほんならあちらに小道具をご用意してますので、おのおのがですね、思う時間の概念がなさそうな人、時間の概念がなさそうな人の格好をしてランウェイを歩いていただきましてですね、カメラ手法でその人が言いそうな一言をお願いいたします。こちらは挙手制ではございません。一人ずつ続けて連続で出てきていただきます。判定はございませんので、最高のフィナーレに皆さんでしていただこうということでございますね。それではこれが最後でございます。シンキングタイムスタート。まあこれは見てる人にもかなりその大喜利のテクニックというものがね、伝授されたような気がしますね。今日僕はカルタの読み方でまた答えの面白さが変わったり、まあ要所要所にこのお笑いがね、面白のテクニックが詰め込まれてたんじゃないかなと私は、本当に思っております。さあ今はですね、皆さんこれ皆さんがこう用意どんで一人行き始めたら連続で行きますんでね。よろしくお願いいたします。時間の概念がなさそうな人というお題ですけども、なかなかもそうですよ、これも。さあ、準備が整ったようでございます。それでは参りましょう。時間の概念がなさそうな人、お願いします。俺の干した T シャツ知らん。
いしね、暑いけどね、プレゼント持ってきました。概念ないな。時間は守ってほしいな、夜とか。卒業なんかせんと野球しようや。卒業した方がいいよね。あのね、もうね、来年の花火大会待ってんの。怪しいな。花火大会を待っている。この花がずっと持ってて枯れんのとうちの髪が戻るんとどっちが早いかな。花でしょうかね。花かなと思いますけどね。私の年齢は2歳です。何を持ってるのかも分かりませんでしたけど。大鳥は哲夫さん、すごい、はい、時間の概念、昨日生まれて。そうなんですよ。そうなんです。そうなんです。はい、概念がないもんでね。概念はなかったですね、確かに。まあ、何千日ってあるんでしょうけどね、はい、何日くらいかな、はい、それが全く分からず、もう昨日っていう認識なんですよね。体がね、エロいんですよ。そうだね、はい、セクシーや、確かに、セクシー。そう、困るんですよ、もっとおもろい体型であれ。そうですか、あの全身がチーって言われてるから。女性をターゲットにした AV に出てる。男性ではなく女性用のいいんですよ。そんなスローの人みたいな。めっちゃアダム徳永の足やわ。ええねん、そんなの。いや、あんまり知らない。長西さんはトップバッターで、はい、トップバッターで激滑りで。はい、もうほんま勘弁してくださいよ。めちゃくちゃしんどかったで、ね。さあ、元の位置にお願いします。はい。いや、面白い絵面でございますけれども。さあ、それでは結果発表に参りましょう。はい、では哲夫さん、はい、今回も初代王者を決めるんでございますけれども、はい、グランプリの発表をお願いいたします。明日、はい、では発表します。吉本大喜利コレクション初代グランプリは、なにわスワンキーズ小島ラテさんです。すまーや、最初の大喜利とか、カルタのね、大喜利とか、すごい曖昧なところ叩き出してたじゃないですか。曖昧でしたよ。最後の最後で誰よりも大喜利飾ってるから。これ使いすぎやね。こんなに使って使いましたね、はい、いかにも曖昧をダーしようって。確かに気持ちの表れが前のめりな気持ち。そうなんですね。だって林君が、はいはい、アイマスとかっていうのも衣装つけてるけど、はいはい、まあ、それなりにはわかる。サンタさんが女子高生やし、はい、なるほど、わからない。まあ、ここは曖昧やねんけ ど、 なるほど、ここも曖昧やねんけど、一応気持ちが、でもなんかこう全部を通してドラマがあったと。全部ドラマありましたね。ラテさん、初代王者、いかがですか。やばいな。いや、いや嬉しいですけど、手応えないです。そりゃそうや、あんまりな。あのね、僕はあの時から決めてたんですよ、あのひまわりの、はいはいはい、気持ち、はい、ひまわりの、あの、はい、真ん中の、はいはい、茶色い部分、はい、ここ実は恥ずかしい、恥ずかしい。あれと、あの曖昧な音楽、めっちゃマッチしてる。これ確かに、それじゃない、それじゃない、それじゃない、あの音楽、バラッパみたいなやつ。答え言った後、なんか、うん、確かにちょっとわからんでもない。変わったやん、ありましたね、びっくりしましたね。
あの種がなんかこう出たり引っ込んだりしてるイメージ。そこまで想像しすぎ。そこまで想像して。あの音に乗ってそう。種がちょっと出たり。なんか種ちょっと出たり引っ込んだりしてるのかなって言って。なんかそんな感じに見える。いやー、そこが決め手になったということでございますね。はい、ということでございまして、初代王者はなにわスワンキーズ小島ラテでございました。おめでとうございます。さあ、ということでございまして、以上吉本大喜利コレクションでした。